皆さんこんにちは、中川祐樹です。今日は腹筋100回するよりも確実にお腹が細くなる万歳逆腹筋をご紹介していきます。多くの方はお腹痩せのためにきつい腹筋やプランク頑張ってらっしゃると思うんですが、実は筋肉のある使い方をマスターすれば簡単にお腹へこますことができますから、今日も体の仕組み解剖学から一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、あなたの周りに一人はいるんじゃないでしょうか。何も運動してないのにお腹が細いです、全体的に引き締まってますっていう方、一人ぐらいいますよね。実はこういったタイプの方って先ほど言ったある筋肉の使い方を自然とできている方が多いんです。これ何かっていうと、伸長性の筋収縮。というのも、筋肉の使い方には大きく分けて2つの収縮様式があります。それはダンベルを持ち上げるときに使うような筋肉を縮める短縮性の収縮と、そのダンベルを下ろすときに伸びながら力を発揮するという伸長性の収縮です。この伸長性収縮は短縮性に比べると 1.3 から 1.5 倍ぐらい力の発揮をすることができるので、非常に効率よく代謝も上がりやすいんです。しかし世の中で流行っているトレーニングを見ると、ほとんどが短縮性の収縮、ぎゅっと筋肉を縮めたり固めてしまうことが多いですよね。これ分かりやすい例としては、ボディービルダーとバレエダンサーです。ボディービルダーは重りをぎゅっと持ったまま筋肉を縮め切ることによって、あのバキバキの体を作っていってます。それに対してバレエダンサーは縮めるんじゃなくて、しっかりと伸ばすことによって伸長性の収縮を起こして細くしなやかな体を作っているんです。実は僕自身は10代の頃ボディービルダーに憧れて毎日筋トレをしてました。途中で怪我とかして挫折してしまったんですが、その後ですね、20歳を超えてからクラシックバレエに出会ってバレエへ転向したっていう経緯があります。この異なる運動を頑張ってらっしゃる方たちの生活習慣を自分自身見てきて思ったのは、ボディビルダーの方は体を作るときめちゃくちゃ食事制限されますね。鶏のささみだったりブロッコリーを毎日食べるっていう食生活で、スイーツとか美味しい脂っこいものを徹底的に排除されます。これに対してバレエダンサー、一緒にね、よくプロダンサーの方とかご飯行ってたんですけど、ほとんどね食事制限されてるの見たことないんですよね。脂っこいものや炭水化物もどんどん食べて、なんだったら食後のスイーツまで食べてらっしゃる方もいましたね。そういった食事をしながらでも、女性であれば 10% 台前半の体脂肪率をキープしたり、男性であればもう1桁台が当たり前っていう方も多くいらっしゃいました。この結果を見た時に何が違うのかなって思って観察してたんですね。そうしたら日常生活の動かし方全く違いました。やはり短縮性の筋収縮をしているボディビルダーの方は日常的に筋肉を縮めて動いてらっしゃる方が多いので、やはり見てても少し背中が丸くなったり肘が曲がったり腹筋が縮んだりして生活をされています。これに対してバレエダンサーはやはり常にお腹や全身の筋肉を引き伸ばす伸長性の収縮、これで生活をしているから、何気なく荷物を取るとか日常生活動作をするときに筋肉が引き伸ばされて、どんどん代謝のいい体に変わっていってたんですね。もちろんこれはどちらが良い悪いというわけではなくて、自分のなりたい体によって変わってくるとは思うんですが、一般の方はそんなにきつい食事制限であったり毎日バーベルを持った激しい運動っていうのはすること難しいと思うので、どちらかというと伸長性の収縮をしっかりとマスターされることが僕の時にはおすすめです。それは腹筋運動も同じ、縮める腹筋よりもしっかりと伸ばした伸長性収縮、これを意識した万歳逆腹筋を今日はご紹介していきますから、一緒に細いウエストを手に入れていきましょう。ですから今日は3ステップで構成しています。ステップ1で伸長性収縮が使えているかの確認、ステップ2で縮こまってしまった腹筋を伸ばすストレッチ、最後ステップ3で万歳逆腹筋を10回、この流れで綺麗なウエストを一緒に作っていきたいと思います。それでは一緒に頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。手を胸の前に置いてゆっくり上半身を反らし、お腹に力が入ったらバッチリです。腰や首が痛くなる人は NG、 エクササイズをした後はしっかりお腹に効くように変わってますから楽しみにしておいてください。それではスタートです。まずは手を頭の後ろ、しっかり背中を丸めて反らして、背骨全体をしっかりと反らして、固まっているお腹、体の前面を伸ばしていきます。この動きでしっかりと丸みと反り両方とも作っていきましょう。苦手な方、奥に頑張って動かします。腕がしんどくなるときは手は下ろしてもらっても大丈夫、いいですよ。反るときに息を吸って吐いて、吸って吐いて、
吸いながら反らすと、もう一つ背骨が柔らかくなってきます。さあ、あと10秒深く呼吸をしながら、いいですよ、その調子。胸をもう一口前に、こっちにこっち突き出す。いい感じ、ラスト。はい、いいです。皆さんは足を開きます。壁がある人は壁に背中つけてもらっても構いません。そして手を外回し、横へ脇腹を伸ばして三角のポーズ。しっかりと横っ腹、このあたりが伸びてくると、しっかり胸を反らせるように変わっていきます。ここも背中が丸くなりやすい人は、壁に背中をピタッとくっつけるイメージで美しい背中を作ります。つらい時は手はももの上や机や椅子支えにしてもらっても構いません。はい、ゆっくり息を吸って、いい感じ、そこまで吸ったら長く吐いて、続きでこっち膨らむ感じありますか？伸びる感覚出てますか？あと10秒です。深く深く吸って、このウォーミングアップすれば必ずお腹ライン引き締まっていきますからね。はい、今度は反対側です。クリーン先ピンと伸ばして横へ、はい、しっかりとフォームを美しく正しくやれば絶対体は変わります。そこで深く長くレイトに吸って、まだ詰める、そうです、長く吐いて吐いて、いいですよ、膝はあんまり押しすぎない、膝痛めないように気をつけて、優しく添えておくだけですよ。しっかりとお腹に力を入れて、そうです、バッチリ。そのまま深く長く呼吸しながら、もう2センチ指先遠く、そう、たったこれだけでも体が奥から熱くなってきましたね。いいですよ、しっかりと体全体の代謝を上げていきましょう。そのまま長い呼吸です。横っ腹が伸びてきてます、いい感じ。ふう、あと一息、さあ伸びてきましたね。 OK、 それでは膝を曲げて手をついて、この状態からねじりを加えていきます。バランス気をつけて、思いっきり息を吸いながらねじる、吐いて下げる、吸って吐いて吸って吐いて、少しねぐらつきそうな方は無理しないでできる範囲でいいです。この苦手な種目ほどこれは伸び中です。やればやっただけ体の能力がどんどんアップしていきます。筋体機能が上がったり、脳機能が高まりますから、脳と体両方とも若返っていきますよ。そう、今はこの辺り、胸とか脇腹伸ばしていきます。プラスアルファ、背中を反らす、胸を張る。いいですよ、ちょっとしんどいなって時、それは体がどんどん引き締まっていくサインです。もう一丁。OK! さあ、反対側、行きますか。膝を曲げて手をついて、まずはしっかりどっしり構えて、ツイスト、せーの、よいしょ、深く呼吸をしながら吸って吐いて、吸って吐いて、普通に腹筋してもお腹締まらない方は、実はこういったウォーミングアップの方が効果が出る方多いです。特に現代人、背中丸めてお腹を縮めていることが多いから、ちゃんと反らして伸ばすこと、そしたら自然とお腹も細くしまってくれます。どうですか、筋肉と会話できてますか？しっかりと使っている筋肉を感じて、さあいいですよ、もう一息、あと10秒ほどいきましょう。深く吸って吐く、吸って吐く、だいぶと背中動いてきましたね。いいですよ、はい、素晴らしい。じゃあここから肘を曲げて、もう一度お腹、胸を反らしていきます。では曲げても構いませんし、楽な姿勢で大丈夫。思い切って胸を反らす、丸める、反らす、丸める、そう、いい感じです。ナイスナイスナイス。どうですか、今呼吸止まってなかったですか？呼吸して、そう、いいですよ、皆さん見えてますからね、呼吸は止めないように。はい、呼吸が止まるとシンプルに息絶えます。頑張って生きてください。はい、さあ、そのまま呼吸をしながら、もうちょいもうちょい、
ボイスインチームで前に出せますから、バストアップするイメージ。はい、OK。さあ、15秒切った。もちょいもちょい。辛い時は休憩でも大丈夫。ちょっと比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。もう一息でおしまいですよ。はい、OK。で、そこからですね、手が頭の後ろ、横へ倒しつつ、少し後ろへ反らせる範囲で反らす。胸を、まあ、斜め上に向けていくようなイメージで、横っ腹、入るときに上、天井側の腹筋に効いてきます。思い切り呼吸して、息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、真横に倒すだけじゃないんですね。少し反らす動き、ねじって反らす動きが入れたら、より一層お腹をくびれてしまいます。結構効いてきますね。不安定な方はしっかり膝を曲げたり、足幅広げてください。手の肩がしんどいなという時は、手を胸の前でもいいです。どうですか？お腹力入ってますか？はい、リラックス。で、しんどい時は手、胸の前でも大丈夫。選んでください。大事なことは、背中を反らすこと、そしてお腹を使うこと。しっかりと横っ腹。なんか少しツイスト。倒しながら天井を見に行くようなイメージです。目線を変えてグラッツ状の時は、目線は一定、天井を見なくてもいいですよ。うまい、いい感じ。使っている筋肉わかりますね。腹斜筋、腹横筋、この辺りしっかりとお腹を意識をして、ナイス、いい感じです。筋肉が喜んでいますね。しんどいなと思ったら、その筋肉が喜んでると思ってください。どんどん体が引き締まっていきますよ。あと一息、どうも一息、あと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 ちょいあとちょい、これでおしまい。ナイス、オッケー。それではここから10回だけバンザイしていきましょう。最後はバンザイ逆腹筋10回です。イメージは目の前に壁があると思って、骨盤が前に倒れていかないようにしっかりとここ距離を保ったままで反らしていきましょう。それでは一緒に10回いきます。せーの、1、2、1、お腹に効かして、3、4、1、5、オン、ナイス、6、いくよ、無理はしないで、でもちょっぴり頑張って、7、と、8、はい、9、もう一度、10、OK、どうでしょうか。最初にもお腹、よろしく力が入りやすくなってませんか。縮んだお腹が伸びることで自然と姿勢もきれいに変わっているはずです。このように体の仕組み解剖学を学べば、美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT 1週間無料体験してみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて回答していますから、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。